ヨゼフです。基礎レベル数学、と称して、数学の基本的な内容について、説明します。では、始まり。はい。それでは今回は、基礎レベル数学ということで、基本的な内容について説明するんですが、ベクトルのですね、内分点と外分点について、少し確認していきます。問題を解くのではなくて、こういうふうに表すことができるんですけど、というような、説明なんですけれども。内分点と外分点はご存知でしょうか？例えばの例として、そこに図を書いておきました。線分 BC を2対1に内分する点を P とし、例えば BC のところを3等分して、B の方から考えて2つ目の目盛りを P としますと、その P という点はですね、線分 BC を2対1に内分すると言ったりするんですね。続いて、線分 BC を5対2に外分する点というふうに、それを Q とするんですが、これはですね、B から数えて5目盛り進んで、2目盛り戻ってくると C に到達する、そういう点を考えるんです。つまり実際にはですね、BC のところを3等分して、さらに同じ間隔で2目盛り分、C の方をね、延長してこう書いて、その点を Q としますと、B から考えて、5目盛り分右に動いて、2目盛り戻ってきて C にたどり着く。そういう点をですね、線分 BC を5対2に外分する点と言います。内分点とか外分点を、何年生の時に初めて勉強するかによって、今言った説明がですね、難しく感じるか、ああ、それは昔習ったことがあるんだ、というふうに親しみを抱くかに分かると思うんですが、皆さん何年生で習いますかね。まあ、とりあえずそんな難しいことではないので、私は今その絵に書いたような感じで、まあ、覚えていただいてと。さて問題はですね、ベクトルの問題ですから、A を視点とするベクトルを用いて、点 B、C、P、Q の位置関係を表示するとしますと、AP ベクトルというのは、P がですよ、線分 BC を2対1に内分する点なので、2プラス1分の1倍の AB ベクトルプラス2倍の AC ベクトル。これ内分点を表すベクトルとしてとても有名な式ですよね。点点点丸1としました。実はほとんど同じ感覚で外分点も表すことができます。AQ ベクトルというのは 5-2 分のマイナス2倍の AB ベクトルプラス5倍の AC ベクトルですね。この内分点と外分点を表すベクトルの表示の仕方をぜひ覚えてください。1番の方はね、ほとんどの受験生覚えてると思うんですが、なんとか頑張って2番の式も覚えていただきたい。で、注意としてあくまでイメージなんですが、これなかなか頭混乱するんですかという人のために、あくまでイメージですが、この辺りですね。この図も見なきゃいけませんが。丸1の式の分母の2プラス1というのは、右へ2行って、右へ1、さらに右へ1。まあ、実際の図形を見てね、BC が左から右の方に伸びてるとは限らないので、まあ、そういう図だとして考えていただいて、B から出発して右へ2メモリ、さらに右へ1メモリを表しています。で、2番の分母はですね、5-2 なんです。これ右へ5メモリ、左へ2メモリ。数直線上を移動するという風な感覚で見てください。するとなんとかできると思うんですが。もうちょっと私の覚え方を言ってるだけですが。注意としてあくまでイメージですが。あくまでイメージです。あ、今言ったんですね。すいません。その次。ところで、線分 BC を2対5に外分する点を R とすると、イメージとしては左へ2、右へ5なので、AR ベクトルはマイナス2プラス5分の5倍の AB ベクトル、マイナス2倍の AC ベクトルとなるんですけども、その3番の式の分母分子にマイナス1かけると、AR ベクトルイコール 2-5 分のマイナス5倍の AB ベクトルプラス2倍の AC ベクトル、点点点3ダッシュとなるんです。2対5に外分する。2の方が小さいんだけど大丈夫ですかって心配する人がいるんですが、それを2とマイナス5というふうに置き直して大丈夫って言うんですよ。丸3の式はイメージとしてはマイナス2と5なんで、左へ2、右へ5だからマイナス2と5なんですが、3ダッシュの式はですね、右へ2、左へ5なんですよね。で、プラスマイナスなんか逆転したような感じになると思うんですけども、実はですね、式としては同じっていうことを言いたいんです。というわけで、線分 BC を M 対 N に外分する点について、点 A を視点とするベクトルを用いて考えると、m-n 分の -n 倍の AB ベクトルプラス m 倍の AC ベクトルとなります。まあ、公式なんですけどね。私が最初に言ったイメージとちょっとずれてくるので、ずれてしまっても最終的には公式は1個だけで大丈夫ですよ。ということで、なんとかこの公式覚えていただきたい。いかがです？はい、続いて、続、内分点と外分点ということで説明続くんですが、ところで、点 B、C、P、Q の位置関係を表示するのに、点 A を視点とするベクトルを用いる必然性全くないんですね。実際の図形の中で A という点がちゃんと目に見えてあって B、C、P、Q も目に見えて書けるような状態で点 A を視点とするベクトルだったらとても分かりやすいんですけれども A から始まる必要はないんですよ。で、そこでどこにあるのかさえもよく分からない定点 O を自分で勝手に持ち出してその定点 O を視点とするベクトルを用いて点 B、C、P、Q の位置関係を表示しても許されるんですね。で、定点 O からベクトルを考えるとみたいなことを模範解答に書いてあることあるんですが、この定点 O って一体何なんですかと聞いてくる人がいまして、あ、イメージ湧きにくいですよね。じゃあ、まあ、座標軸上にその図形があったとして、まあ、平面座標の平面図形、立体座標の立体図形でも何でもいいんですけども、原点は O ですよね。その原点 O からベクトルを考えるというふうにしてもいいんですが、勘弁してやまいないんです。で、まあ、もう実際問題としても、どっかわけのわからないところに決まった点があって、まあ、例えば原点で、そこからベクトル考えますというふうにイメージしといてくださいってとりあえず言うんですけども、あくまで本当はどこにあるのかよくわからない定点 O なんです。いや、そんなどこにあるかわからない定点 O ってどう考えたらいいんですかっていう人にはですね、まあ、座標軸の原点と、仮に考えて大丈夫ですよ。でも関連性ありませんっていうふうに言っておかなければいけません。さて、定点 O を視点とするベクトルは OA ベクトル、OB ベクトル、OC ベクトル、OP ベクトル、OQ ベクトルなどですよね。で、これもなんとかね、
わけのわからないところに、まあ、自分のノートの端っこの方に、ここに点を決めてというふうに考えたら、実際の矢印を書くことができますので、イメージ湧くんですが、これをですね、大文字の文字を使って書いてるとも邪魔くさいので、OA ベクトルは小文字の A ベクトル、OB ベクトルは小文字の B ベクトル、OC ベクトルは小文字の C ベクトル、OP ベクトルは小文字の P ベクトル、OQ ベクトルは小文字の Q ベクトルというふうに決めると、書くのはとっても楽になるんですね。だから、もう大文字のベクトルじゃなくて小文字のベクトルで書くときには、定点から始まるベクトルとかでもなくなってしまっていいんですよ。こう書くのはとても楽。また、定点を持ち出すことなく、つまり視点を明示しないベクトルを勝手に考えて、点 A を決めるんですが、その点 A を表すベクトルが A ベクトル、点 B、B ベクトル、点 C、C ベクトル、点 P、P ベクトル、点 Q、Q ベクトルと書いてももう全く同じ意味なんです。だん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 ね、イメージ湧きにくくなっていますので、ここは本当は難しいと思うんですけど、数学の先生の頭の中ではね、全く同じことなので、もうだん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 分かったね、もうできるだけ簡単に書いとくから、もう小文字のベクトル乗っかえるとか言われるんですけども、そんなことして大丈夫なんですかと私はいつも高校生の時に不安に思っていましたが、実は大丈夫なんです。で、これらを1ベクトルというのですが、先ほど内分点 P の、P と外分点 Q を表示しますと、だから小文字のベクトル全部置き直してね、またはの後ですが、P ベクトルイコール2プラス1分の1倍の B ベクトルプラス2倍の C ベクトル点点点1ダッシュとしてももう OK なんです。で、OQ ベクトルの方もまたはの後、Q ベクトルイコール5マイナス2分のマイナス2倍のB ベクトルプラス5倍の C ベクトルと、点点点2出しのに書いても全く同じです。さて、ちょっとしたまとめなんですけれども、点 A を視点とする1ベクトルで考えても、点 O を視点とする1ベクトルで考えても、視点を明示しない小文字の1ベクトルで考えても、数学的な意味は全く同じ。このことがとても重要なんですけども、あまりにも当たり前の内容なので、数学の参考書ではあまり強調されています。当然わかっていますよねっていう風な感じなんですが、私の高校時代の感覚としては、点 A から始まるベクトル、と言われたらなんとか図形の中に点 A があってね、わかりましたが、その次定点 O から、その定点 O はどこにあるのですか、嫌だな、でもまあ原点かなんかのところがあるんだろう、その次 OA ベクトルは小文字の A ベクトル、だん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 書くのは簡単になっていいのですが、イメージするのが難しい、勘弁してくれっていうのが、正直な感想でした。でも全部一緒なんです、ここをなんとか、これになんとか慣れなければいけないんですね。いかがです？はい、続いてですね、続々内分点と外分点ということで説明を続けるんですが、ベクトルの表し方がなんか3通りぐらいあるということにもう慣れたという前提で続きの話を聞いてください。ベクトルの問題の中にですね、同一直線上にある3点という言葉がよく出てきます。で、まあ、具体的なイメージ湧きやすいように、先ほど来使っていた図形をちょっと持ってきまして、もう点 A 書いてませんけどね。線分 BC を2対1に内分する点を P と C、線分 BC を5対2に外分する点を Q とする場合も、まあ、先ほどの図の一部分なんですが、3点 BPC は同一直線上にあり、3点 BCQ も同一直線上にありますよね。線分の端のね、B とか C、という点と、内分点の P とか外分点の Q、当たり前ですけど、すべて同じ直線上にあるんです。ですから、同一直線上にある3点って言われたら、それをですね、どういう風に数学的に処理するか、というと、何通りかありまして、一つがですよ、点 B を視点とするベクトルで考えますと、BP ベクトルと BC ベクトル、これ全く同じ直線上のベクトルで、始まってる点もね、点 B だから同じなんですよ。長さがちょっと違う。BP ベクトルイコール3分の2倍の BC ベクトル。これメモリ見たら当たり前ですよね。BP ベクトルイコール3分の2倍の BC ベクトル。それで Q について考えると、BQ ベクトルは、これメモリ5のところに9があって、C のところはメモリ3ですから、3分の5倍の BC ベクトル、点点点点5という風になるんです。さて、その図にはどこにも書いてありませんが、点 O というのがあって、定点 O というのがあって、O、その O からのベクトルを考えます。OP ベクトルというのを考えた場合、P は線分 BC を2対1に内分する点ですから、OP ベクトルイコール2プラス1分の1倍の OB ベクトルプラス2倍の OC ベクトル、点点点1ダッシュと全く同じ意味ですよね。で、問題によって4番のように処理するか、1ダッシュのように処理するか、どっちを使った方がその問題を解くとき簡単かっていうのを考えていただきたい。5番の方の式もですね、その図には書いてませんが、定点 O というのがあって、O から始まるベクトルで処理するとすると、OQ ベクトルは 5-2 分の -2 倍の OB ベクトルプラス5倍の OC ベクトル、点点点2ダッシュとなったんですが、5番の式と2ダッシュの式は全く同じ意味なんです。これも、自分でベクトルの式に表すときに、5番の式の方が簡単なのか、2番のダッシュの方がその後の展開ね、問題を解くときに都合がいいのかを考えながら2通り選ぶことになります。ところで、3点 BPQ が同一直線上にあることを確認するためには、BP ベクトルイコール K 倍の BQ ベクトルであることを示せばよい。先ほどね、Q だったか。BPQ か。これメモリちゃんと売ってますから、はっきり何とか倍とか書けるんですけども、BQ ベクトルイコール3分の5倍の BC ベクトル丸5って書きましたが、別に3分の5じゃなくてもいいんですよ。そこに実数がついているだけで、3点は同一直線上にあるんですね。で、その前の Q じゃなくて P の時ですけど、違うのか。あ、すみません、しまった。C じゃなくてません。ところで3点 BPQ なんですね。ちょっと変えてしまいました。BPQ が3点。3点が同一直線上にあるとすると、BP ベクトルイコール K 倍の BQ ベクトル。で、K というところで実数であればよい。そういうのが成り立つことを示せばよい。そうか、実際にちょっとやってみましょうということで、4番、5番を使って、K 倍のなんとかって式を作ってみたいと思ったんですね。だから BP ベクトルイコール3分の2倍の BC ベクトル4番より、BP ベクトルイコール5分の 2× 3分の5倍の BC ベクトル4ダッシュに作ることができます。で、BQ ベクトルイコール3分の5倍の BC ベクトルですから、それ点点点5でしたから、その
3分の5倍の BC ベクトルのところに BQ ベクトル当てはめて、BP ベクトルイコール5分の2かける3分の5倍の BC ベクトルで、その3分の5倍の BC ベクトルのところを BQ ベクトルに置き換えたら、BP ベクトルイコール5分の2倍の BQ ベクトル4の2ダッシュ。で、4の2ダッシュね、一体何を意味してるかというと、3点 BPQ が同一直線上にあることを示すとともに、点 P が線分 BQ を、BQ を2対3に内分していることを示しています。もうとても当たり前の内容なんですが、その当たり前のことに気がつかないと数学難しくなってしまうんです。まあ、せっかくちょっと簡単な例でね、説明をしてきたので、最後、ちょっとBPQ ももちろん一直線上なので、BP ベクトルイコール、BP ベクトルイコール K 倍の BQ ベクトルであるということをですね、具体的な数値を使って最後確認してみたんですけども、何のこと言ってるかわかりますかね。で、K のところはどんな数字入ってもいいんですよ。実数でありさえすれば。それを表すだけで、3点。BPQ が同一直線上にあることを示したことになります。まあ、ちょっとした証明ですよね。いかがでしょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ヨゼフでした。さよなら。さよなら、さよなら。